小谷君が好きな A、E、E の曲だっけ、あのロックンロール沼津市というね、ちょっとさびれ果てた沼の曲ということで、ちなみによく言うよね、あのミモリズに入ろうと思ったのが、あの10年前にあのミモリがあのこの曲を確か中目線で演奏した当時だって中学生とかだったっていうのね、高校生だった、なんか衝撃を受けたとかって裏始めて裏始めて言わないで、ね、それは衝撃だぞ、うん、いやそれが10年後になってさ、ミモリズに演奏してくれって来ると思わなかったそんな曲を純粋な少年に聞かせミモリに罪を覚えてた、俺らだから10年前からやってたってことですよね、じゃあそういうことでその曲を、ね、やってみたいと思います。ロックンロールの沼津市という曲です。聴いてください。
ありがとうございます。意外にこういう曲のロックっていいでしょ。彼がそれ感動したって言うんですからね。私たちが平凡な曲なんですが、ちなみにこれをね、中身で演奏しちゃったんですよ。夢もない希望もないって言っちゃってね、それ聞いてたんだよね。それが勝利、中見世の真ん中でさ、ルマが盛り上げないんですよ、盛り下げない。あのなんかあのネビレスとか出てくると怖そうだよね。ルマにテレビとか出てきたら血を見そうな気がします。あ、いやいや、生中継で聞かれちゃうから。あのギターのおじさん怖いんです、僕。いや、怖くないですよ。ということで、じゃあ次。